今日は2018年8月12日ですね。これね、すごいの発見したので、ちょっと撮らずにはいられないですが、でも撮ってたらこの人ばっかり撮ったらおかしいと思われるかもしれないですね。この前に立っている人見てるんですよ。完全なる男なのにスカート履いて、なんかおっぱい的なものが、ちょっとすげえ恐ろしいですよ。 100% 男ですね。わざとやってるんですかね。これなんかその性差別と言われると困るので、あんまりその見てください、この人。うわ、審査員席に座ってますね。すごいですね。簡単なのですね。日本でああいう風にしてやったらちょっとすごいことになりますよね。その人がそのなんか、まあこれは読書ですけど、何でもいいんですが、そこの審査をする、席にその人がいたらびっくりしますよね。いや、ちょっと動画に収めとこうと思うんですけど、いや、100% 男ですよ。 100% 男ですよ。接客とかすごかったな。スカート履いてます。スカート履いて、なんかそのなんかあの人にばっかり、このいや犬と反対側にいるかな、あの人が。It's okay。 足踏まれました。まあこういうなんか別に抽象しているわけではないんですけど、この人はすごいですよね。ほら、完全に男ですよ。それでそのやっぱ今全然違うところを見ながら話してるんですけど、そっちの方を見ながら話したらやばいと思います。すごいですね。あの人ジャッジャー、あ、ジャッジャー、ジャッジャー、この人。あ、これブルマスティックのリングにいます。全然その犬のこととか無関係に今全然違うこと話してましたけど、すごい性差別と言われて、すごいあの絶対タブーですよね、今もう世界では。だからなんかこの人を抽象するようなことをしたらもう絶対ダメなんですけど、向こうからもカメラマン撮ってますよね。あの向こうからもカメラマン撮ってますけど、犬じゃなくてこの人撮ってますよ。すごいですよ。一応これ